スになりがちなんですよね、大体のね。昔から7割神話という話があって、そうそう、滑り込み合格で当たり前だと思ってる。教育学部って平均点が公開に立ってないんですよ。合格最低点は学科専攻の数だけあるので、合格最低点は12個あります。6割近くもあるのはちょっと作文としては失敗。英語簡単すぎる。簡単すぎますよね。本題始まりました、もちゃチャンネルです。さあ、今回は平瀬や、どうも、早稲田合格塾代表の平です。よろしくお願いします。今日は素晴らしいプレゼントを持ってまいりました。早稲田大学教育学部の受かり方とか分析をちょっと今日はね、お話してみたいと思います。まあ、ここのチャンネルでもね、早稲田教育学部を狙うんだみたいな動画とかをね、皆さんにこう見せたことがあるんですけど、まあ割とうちの塾なんかとかでも受かりやすいんですねみたいな感じでみんなこう気軽に受けちゃうんだけど、はい、別に受かりやすいわけではないわけですよ。で、まあ今日は早稲田教育学部に受かりたいという人に対してどう受かっていくのかってところにちょっとお話ししていきたいと思います。まずですね、教育学部に関しては狙い目っちゃ狙い目だという理由は2つあって、はい、まず1つには天敵がいないってことなんですよね。一番の天敵はいわゆる東大とかね、京大とか、まあ、いわゆる超難関国公立の滑り止め軍団が降りてくる学部っていうのがあるんですよ、うんうん、教育学部はほぼほぼ降りてこないです。僕の勘だけど10人以下ぐらいなんじゃないかぐらいに思ってます、うんうんうん、本当に全然降りてこないよと。さらにもう一個は、教育学部って早稲田志望者の中でも第一志望にする人が少ない。なので、まあ、例えば文文工教育とか、うん、ね、小学部社学教育みたいな感じで受けるんで、結構手薄になりがちなんですよね、対策がね。だから教育学部しっかり対策した人なんかだと比較的早稲田志望者の中でも勝ち目が出てくるよっていうのが、うん、まあ、教育学部が狙い目ちゃ狙い目ですよっていう理由なんですよね。なるほど、うん、あともう一個あって、教育学部っていうのは、まあ、早稲田の中ではよく昔から7割神話という話があってですね、はいはい、まあ、7割取ると安全目に受かっていけるよみたいなのがあるんですけど、やっぱり近年の首都圏の私大合格の絞り込みとかいろいろあって7割じゃ厳しい学部とかも出てきたりするんですけど、す、ね、文学部とか出してますもんね。そうそう、ね、もうね、あれとかもエグかったんですけど、うん、教育に関してはまだまだ比較的7割神話が生きている学部なので、うん、そういったお話も今日はしていきたいと思いますから、今日この動画を見終わる頃には、あ、教育学部ってなんかいけるかもな、教育学部こんな風に受かっていけばいいのねっていうのが割とはっきり見えてくる動画にしますんで、ぜひ最後まで見ていってください。はい、教育学部いつ行くの？暇でしょう。教育でした。はい。まず皆さん、教育学部に合格するにあたって大事なことなんですけど、一番はマインドだと思っておいてください。これね、人科とかもそうなんですけど、はい、どういうマインドかっていうと、3科目型の標準化で、かつ3科目の総合得点が小さい学部っていうのは滑り込み合格で当たり前だと思っておいてください。はいはいはい、うん、結構これが例えば小学部とか以前の政治経済学部みたいに結構こう点数の総得点枠が大きい学部になってくると、200点を超えれるようになってくると、ある程度ぶっちぎれたりもするんですけれども、はいはい、総得点枠が小さいとやっぱりどれだけ頭いい人でも取るのって限界が来るんで、頭の方は、うんうんうん、だから成績標準化の波なんかも加味して考えた時に、まあまあギリ合格っていうことの現象が起こりやすいっていうことなんですよね、うんうん、教育が150点満点、人科なんかもまあ150点満点なん で、その中でまあ3科目型でトータルで標準化が行われるってなると大混戦になりやすいです。あとはまあ大混戦でいうと、社学なんかも130点満点の枠にも1万何千人が受けるみたいなところで結構大変なんですけど、まあ、こっちはどっちかっていうと標準化は選択科目だけなので、競争っていうことだとどっちも厳しいんだけど、競争の難しさみたいなものは教育や人科の方があると思ってます。社学のね、そういうね、あの厳しさはまたどっか別で話をしましょう、うん、ということで、まあ、こっからは実際に標準化のデータを見ながらどう受かっていくかっていうのを一緒に見ていきましょう。データをいろいろ用意しました。いろんな得点レイヤーの子を見ながらちょっと教育学部の実態を見ていきましょう。まず一人目のデータを見てください。まあ、これ全部2020年のデータです。この子は A 政経国語、この受け方をしてるんですけれども、素点合計が87点で、まあ標準化されて 76.7 になりますよと。標準化でマイナス 10.3 されてるわけですね。なるほどなるほど、うん、でまあ合格最低点が 94.9 っていうところで、参加の平均点が 85.5 っていうことなんですけども、うん、早稲田の教育学部の平均点でどれぐらいなのっていうのがすごく気になるところのはずなんですよ、うんうん、なんでかっていうと、早稲田って他の学部は全部平均点を公開してるんですけど、教育学部って平均点が公開されてないんですよ。そう、ね、こうやって成績開示しないと見れないんですよ。自分ができた点数がどれぐらいなのかっていうのを客観的に評価できないんですよ、うん、早稲田合格塾って、まあ、できてからまあ今年で12年目で毎年成績開示データを集めてるんですけれども、80点弱から85、6点、ここがもう大体平均が来るところだと思っておいてください、うん、まあ、8割型9割型ここに来ると思ってていいと思います。150点満点中です、はい、150点中です、満中の80点弱から、まあ、85、6点ぐらいのところが平均点になるかなと思っておいてください、うん、
で、次の2人目のデータを見ていきましょう。今度は日本史の子ですね。参加の合計が74点と。で、標準化後の合計が 54.6 になります。もうマイナス20点近く標準化が行われちゃってるんですね。はいはいはい、結構タフですよね。さっきの子は標準化がマイナス 10.3 だったのに対して、この子は標準化がマイナス 19.4 なんですよね。これなんでこういうことが起きてるかっていうと、理由が2つあるんですよ。まずさっきの子は整形で、この子は日本史なんですけど、うん、平均点見てください。整形の平均点 25.8 なんですよね。で、日本史 30.2 なんですよ、うん、約5点近くこっちの日本史の方が平均点が高い、うん、平均点が高いと標準化の波が大きく来やすいよという傾向です。そしてもう一つは素点を見てください。素点合計が1人目の子は87点なのに対して2人目の子は74点。素点合計が低ければ低いほど標準化の影響を大きく受けやすいっていうことも結構あるので、参加型の標準化に関しては、だから1人目の子はマイナス 10.3 だったけど2人目の子はマイナス 19.4 も食らっちゃってるんだって、このこともちょっと覚えておいてください。最終的な点はさっきの人が76点なので、こっちは54点。そういうことです、ね、そういうことです、うん、数年前まで学科ごとで平均点とかも出してたんですよ、はいはい、だけどもう近年は平均点は全学科専攻でもう統一しましたね。ただし合格最低点は学科専攻の数だけあるので、合格最低点は12個あります。なので1人目の子は 94.9 が合格最低点なんですけど、2人目の子は 94.7 が合格最低点、うん、これはやっぱり専攻が違うということですね、うん、じゃあ同じ日本史の科目の子で点数のレイヤーを変えて見ていきましょう。3人目見てみてください。この子は素点合計が89点ですね。さっきの子より15点多く取ってます、うん、で、標準化後の点数が 74.3。 この子が受けている標準化がマイナス 14.7 なんですね。さっきの子と比べると同じ日本史選択者だけど、やっぱり素点合計がこの子の方が15点上を取ってるんで、5点分緩和されてることが分かりますよね。だから、まあ、とにかく素点、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、素点をとにかくたくさん取るっていう、これが、まあ、標準化の波を少しでも緩和させる方法ですよっていうことですね。じゃあ15点多く取ったから5点ぐらい和らいでるんだなと思うと、じゃあまた10点取ったらまた5点ぐらい和らぐのかなと思いきや、話はそう単純でもなくって、次の子は素点合計で96点、まあ、さっきの子より7点多く取ってるんですね。標準化後の点数が 82.9 なんですよね。つまりさっきの子はマイナス 14.7 だったけど、この子はマイナス 13.1 なんですよ。素点合計が90を超えてくると、あの標準化のどれだけ減点が緩和されるかなみたいなものも緩やかになってくるんだなってことがここでわかるわけですよね。ここで7点上がっても標準化の点数はマイナス 1.5 点しか和らいでないので、単純に素点と標準化の関係が、まあ、そのまま数値になるとかそういうことじゃなくて、もうちょっと複雑なもんなんだっていうこともここでわかるんですよね。ただ一つ言っておくと、まあ、さっきの子もそうですけど、平均点がね6割近くもあるのはちょっと作文としては失敗、やっぱうん、さすがに英語簡単すぎる、簡単すぎますよね、っていうところが、まあ、きっとね、この巨大な減点の理由っちゃ理由ですね。じゃあ先ほど僕がお話しした7割神話、これについてもちょっと見ていきましょう。こちらをご覧ください。英語世界史国語、今度は世界史選択ですね。素点合計が107点なんですね。標準化後の点数が 94.824 になります。合格最低点が94.882 なんですね、うん、はいはい、もうあと 0.06 点とかそこいらで落ちてるわけなんですね。今こういうことがあるんですよ、本当に。標準化の影響をマイナス 12.176 受けて、まあ、ちょっとこう不合格になっちゃいましたと。もうギリ不合格ですよね、まあ、この子は障害教育なんですけれども、専攻がこの子は文学部と教育を受けますって言ったんですけど、前の動画でもちょっと出しましたけどね、はい、あの文学部のえげつない標準化にあちらでも引っかかって、で文学部もダメで、ただうちの塾に入ってきた時に、文受ける人は必ず文庫も受けろと言って、もう半分無理やりに近いぐらいで受けさせて受かってるんで、今は文庫でね1年生やってますから、まあ、皆さんもうこの間の動画とも合わせてもう一回言いますけど、文文校は必ずセットで受けてくださいね。いいですか。なんでこれだけゼロだけ違うんだっていうんだけど、確かに王になってるで、皆さん、ここからまあ7割神話に関してちょっと検証していきたいんですけれども、まあ、今回最後のこのデータなんかをよく一緒に見ながらちょっと検証していきたいんですけれども、まあ、この子なんかは素点だけで言うと107点なんで、150点満点中105点を超えてるんで、7割は超えてるんですよね。ただしちょっとねポイントがあって、まずね世界史の平均点高すぎ、いくらなんでも、うん、もう平均点の合計が92なんて、これはちょっとさすがにないだろうっていうぐらい高いんですよね、うん、でこうなってくるとやっぱり標準化の影響がものすごくでかくなっちゃいます。そしてもう一個言えるのは、標準化の特徴として平均点より低い科目があると影響を大きく受けやすくなります。
で、この子は、まあ、ギリギリなんですけど、国語がね、平均点以下なんですよね。0.8 点下回ってて、まあ、それもあって、ちょっとギリ不合格になっちゃったよねっていう、まあ、この2つのちょっとこう要素があるのかなと。まあ、皆さんにちょっとこう覚えておいてほしいのは、標準化というものは、マイナス12点ぐらいまで見越しておいてください。平均点92っていうのはちょっとね、かなり極端ではあるんですけれども、この2020年の合格最低点で一番高い学科は、教育心理専攻の98.202 が一番高いんですね。で、ここをまあ視野に入れて、で、成績標準化まで加味した話をすると、やっぱり素点で110点ぐらい欲しいんですよ。で、まあ、もし落っこちたら、この年はご縁がなかったねと思っていいと思います。まとめになりますけれども、まず、まあ、7割神話は比較的健在です。ただ、110点取っておこうということですね。これがまず第一点。ただし、時々やっぱり平均点の具合によって、ちょっとこの神話が崩れちゃうこともあるんだっていう話ですね。そして、まあ、これはね、150点満点型なんですけれども、国文、英文、副文、それから数学科というふうに、特定の科目が 1.5 倍から2倍される学科があるんですね。で、こういった学科は、どっちかっていうと、まあ、7割神話がより守られやすいです。どちらかというと、まあ、150点満点みたいに、こう、総得点枠が小さい方が、割と崩れやすいっちゃ崩れやすいんで、まあ、あんまり崩れないんですけど、崩れるときは崩れやすいって話ですね。なので、そのこともちょっと覚えておいてください。まあ、だからあえて今回は150点満点型を扱ったんですけどね。なるほど。受かり方についてお話しします、最後に。まず一つ目には、英語が、ここ1、2年ですね、本当に。急激に、異化してきていて、あ、異化じゃない、液化だね。液化してきていて。いや、異化でいい。異化でいいのに、液化って言ったから、文句がいっぱい来た。多分、これが分かる人は相当昔から見てるんですね。はい。急激な異化によって、やっぱり点数がかなり必要になってきました。まあ、50点満点なんですけど、40点欲しいです、英語は、正直。で、実際取れます。取れる。英語に関しては。簡単、うん、最近のはね。もし、ここ2019年、2020年あたりの難易度がそのまま継続されるんであれば40点欲しいところですね。すがり難しくするんじゃないかと思うけどね。これは優しすぎだろ。急激に優しくなったんでね、うん、念のため皆さんの中での難易度の基準は2016年から18年ぐらいでちょっと持っておいてください。そっちの方が安全です。次に国語ですね。国語は35点、まあ、まさに7割ですよね。ここ取るようにしてください。すごくいい問題で、教育学部の国語は比較的こう早稲田でいうと、まあ商学部にも通ずるし、人科にも通ずるし、社学にも通ずるし、こういろんな学部に通ずる素晴らしいエッセンスが詰まってるんで、解説が詳しい青本でも一冊購入しておいて、どの学部受ける人でも5年分ぐらいはやってみてほしいなという、本当にいい練習材料になる過去問だと思ってます。次に社会、国語と社会が差つきやすいんですよ、早稲田の今の教育は。たまに平均点が30超えてくるような年もちょっと珍しくなくなってきちゃってるんで、国語以上に35点を死守する気持ちを大きく持ってください。平均点が30超えてくるような年はぶっちゃけ37、8あってもいいぐらいですね。とにかく35を本当に国語以上に強い意識で死守すること。で、そのコツは過去も見てくれたらわかるんですけど、意外とね、書かせる問題多いんですよね。早稲田の中には全部マークの学部なんかもあったりするんですけど、教育に関しては必ず一大問につき、日本史世界史だったらまあ 2,3 個は書かせる問題出してくるし、政経だったらかなり書く問題多いでしょ。見てみてください、過去も相当多いですよ。書く問題、いわゆる用語を書かせる問題に結構強くなってってくれないと超えられないかなっていう壁ですね、この点数は。なので、まあ、しっかりね、問題集だったり一問一答だったりで用語を自分の力でひねり出して回答する能力を高めておいてください。以上です。じゃあ対策をきちんとしてですね、やっぱ過去問やった方がいいですよね。そうですね。いつ買いに行ったらいいですか？今日行くでしょ。